こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。今日はアマゾン物販の魅力についてお伝えします。まあ、今、日本、まあ、どんどん人口も減ってね、えー、人口は減っているのに、えー、長生きで老人ばっかり増えていると、まあ、大変な状態なんですけど、まあ、この、ね、状況の中、まあ、稼ぐ力を身につけないと、大変なロゴは待っていると。年金はもらえない。まあ、預金はインフレで役に立たない。 会社にはリストらされれるかもしれないとそういった問題の解決策が輸出ビジネスを始めるそしてアマゾンを使って輸出ビジネスを始めれば、まあ、簡単に輸出ビジネスを始めて稼ぐことができると、まあ、日本がね大変なことになるんであったらやっぱ海外で商売をするのが解決策、まあ、そうは言ってもね海外に店舗を持つとなると、まあ、数千万から まあるるいは億を超えるお金が必要です、まあ、ネットショップであるアマゾンであれば、まあ、全くお金を使わず、まあ、実際ね、えー、月々数千円のアマゾンの出品料はかかりますけど、まあ、それ以外のお金は使わずに、えー、景気のいい国で販売ができるというねアマゾンがなかった時代から考えられないような、まあ、すごいシステムです。 amazon を使えば、まあ、輸出ビジネスは簡単なんですけど、これ特にね、amazon の優れた点は、amazon が倉庫に商品を保管してくれて、梱包も発送もね、クレームも何もめんどくさいことを全部やってくれるという仕組みがあります。めんどくさいことを全部やってくれるだけではなく、このね、 仕組み、FBA というんですけど、仕組みを使うと、普通に自分で売ってたら儲からない商品、例えばこのベイブレード、1328円で仕入れて、約3倍の3770億円で売れる、差額は2448円、大変結構なことなんですけど、日本で売れば、これは利益は取れます。ところが、海外に送るとなると、海外に送る送料は高いと。 個別に一個一個送ってたんだと送料を払ったら赤字になっちゃうところがアマゾンが発送してくれる FBA というこのサービスを使った場合には差額の中から経費を引いて1500円の利益が出る例えば輸出というと eBay というのがあるんですけど eBay でやった場合赤字になる商品がアマゾン使えば1500円元の商品価格から比べたら商品価格と同じ金額が儲かると いいうようよなな、ねえー、大きな違いがあります、まあ、こういう仕組みなんでね、アマゾンはどんどん躍進してますで。今や世界最強のネットショップ、アマゾン。アマゾンが世界最強だというのは、まあ、そんなことないだろうという人はあんまりいないと思うんですけど、まあ、特にアメリカで、ねえー、支配的存在、まあ、消費者の49%がオンラインで商品を買うときに最初にアマゾンで検索すると。 どこで買おうかなってんじゃなくて、もうアマゾンにあるかなって言っても検索してるわけですね。で、グーグルで検索する人は36%、アマゾンは49%で。しかも、このグーグルで検索した結果は、アマゾンが出てくることがほとんどという状況です。まあ、そんなわけでね、アマゾンはアメリカの書籍販売の45%、もう無数にある本屋さんがあるにもかかわらず、他にもネットで本を売ってるところがあるにもかかわらず、 書籍販売の45、まあ、なんと電子書籍に至っては83%、まあ、オーディオブックだとね99%というなんかよく分かんないとんでもない支配率です、まあ、ここまでやってるアマゾンの、まあ、最終目的は、まあ、リアル店舗の殲滅とネットショップの巨人にはすでになったんですけどそうではなくてねもうリアル店舗も殲滅して世界中の人が買い物をするのはもうアマゾンを使って買うという形にしたい それが野望です。で実際にね、まあ、書店も潰れてますし大きな書店も潰れてますし、まあ、デパートも、えー、潰れてます。そして、えー、日本で馴染みのあるとこだとトイザラス,、ね、トイザラスの倒産はアマゾンがきっかけを作りとど、まあ、めをさしたと言っていいでしょう。でそんなアマゾンですけどもともとアマゾンが始まった時ね本を売り出したんですが本はインターネットでは売れないと言われたんですね。 ただ、アマゾンの躍進はご存知の通りです。そしてね、インターネットの魅力というか、過小評価というかね、不動産はインターネットでは売れないと言われてたんですね。これ20年前は不動産インターネットでは売れないと言われてました。ただ、今ではどうでしょうか。不動産情報はインターネットで集めるのが当たり前です。 それからね、やっぱアパレルはネットじゃ売れないだろうと、ね。サイズとか色とか肌触りとかいろんな問題があるんでと言われてたんですけど、まあ今やね、ZOZO タウンの時価総額は1兆円と、ね、創業者のマ澤ザさんの資産は3000億円です。まあ、インターネットっていうのはね、本当にあれよあれよという間に消費者の行動を変えてリアル店舗を追い込んでいくというような存在になってます。 そんだけ勢いのあるインターネットに、ねえー、乗らない手はないんで、そのインターネットの魅力に、えー、乗っかって、ね、稼ぐ一番手軽で効果的、そして、えー、稼ぎやすいのは Amazon ですで。Amazon 輸出でやることっていうのは、ねまあ、本当限られてて、まあ、買い物するぐらいじゃないのというぐらい、ねえー、簡単に取り組めます。まあ、何しろ大変なことは、えー、全部 Amazon がやってくれます。まずネット ネットショップ作り不要と。自分でネットショップ作るには、何十万か100万。で、一発でうまいね、売れるネットショップって普通作れませんから、まあ何百万かかけてショップを作るという必要作業が必要です。ところが、アマゾンを使いますのでね、この費用は一切かかりません。それからね、ショップを作れば売れるってわけじゃなくて、作ったところにね、お客さんを呼ぶ必要があると。これが非常に大変でね、 何十万かけても全く効かないというような場合も多いですけど、まあ集客はね、アマゾン使う限りアマゾンがやってくれてるんで、まあ、集客も不要と。でね、インターネットで見に来た人がね、すぐあ、これいいねって言ってパカッと買ってくれるってことは通常はありません。ね、何度も売り込みしたり、ファンにしたり、メルマガを発行したり、まあいろいろやる必要があります。まあ、ところがこれも全部アマゾンがやってくれるんでね、売り込みも不要です。そして、売れたら、 ね、入金確認してから発送しないとプレゼントになっちゃいますので、まあ、入金確認をする必要があるんですけど、まあ、これがめんどくさいと、ね、1日何十件も何百件も自分で売った場合には非常に大変です、まあ、ところが、ね、これもやる必要がないと全部アマゾンがやってくれますそしてね、えー、売れるのは嬉しいんですけどこの梱包だの、ね、発送だのってはめんどくさいんですけど、まあ、梱包する必要もありません、まあ、全部アマゾンがやってくれますそして 発送も Amazon がやってくれると。まあ、当然 Amazon がね、えー、安い送料で発送してくれますんで、えー、自分で発送してたら必要なね、えー、輸送会社との価格交渉とか、そういうのも一切不要。まあ、ただ、えー、ほっときゃ Amazon が梱包して送ってくれます。それから届いた商品がね、えー、壊れてたとか、ねえー、配達が遅いとか、いろいろあります。そういうクレーム処理も不要です。えー、全部 Amazon がやってくれます。 それからね、届いたけど、やっぱりね、えー、思ったのと違ったとか、まあ、壊れて届いた、遅れたからもういらないと、えー、そういうね、えー、返品の交渉、まあ、嫌なもんですけど、これも全部 Amazon がやってくれます。つまり、あなたがやることは、まあ、買い物した商品を Amazon に送るだけと、これ、買い物と書きましたけど、まあ、通常、仕入れと言うんですけどね、 ま仕入れっていうと、まあ、問屋さんと交渉してとかね、えー、いろんな交渉が必要になってきますけど、まあ、実際、ほぼもう小売店で買って送るだけなんで、あるいはネットショップで買って送るなんで、仕入れっていうよりも買い物ですね、えー、買い物して送るだけです。で、これだけ、まあ、単純に面倒なこと全部やってくれる Amazon それでいくら稼げるかってことなんですけど逆にね簡単なことやってくれて商品を見つけて送るだけまあこのねで商品を送ったのが売れてで利益が出れば儲かってるともうた単純にこれだけなんでね結果が出るのが早いですですのでこれアメリカのアマゾン輸スのサポート会員の成果ですけどま開始してから3ヶ月から半年でねこの1ヶ月で3000ドル あるいは6000ドル、または1万1000ドル、えー、2万1000ドルというようなね、金額が稼げてます。これだいたい利益率が30%なんで、まあ、この方だと6000ドルちょっと、まあ、つまり70万円弱の利益という形になります。で、さらにね、すごい話を聞いたんですけど、まあ、右から左に商品を動かすだけで月賞5000万と。 これは中国のアリババで購入した商品をアマゾンで販売するだけで月賞5000万円と。人を使わず商品を選んで中国からアメリカに動かすだけ。初めて1年と経たずに月賞5000万円になったとで。こんなちょろい儲け方があるとは笑えると。まあ、これがね、先日オーストラリアのインターネットビジネスをやる人たちのミーティングで聞いた言葉です。まあ、確かにね、アマゾンは売れる商品を見つけるだけで稼ぐことが可能。 アメリカアマゾンはライバルも増えているが、月賞5000万円ですぐ達成可能なほどに利用可能性も増えていると。で月賞5000万円という数字をね、目標にする人は、まあこの動画を見た人の中でね、かなりの、ね、少数派少ないと思いますけど、まあ、参考になることがあります。まあ、なんとアマゾンを使って売り上げている人の10万人以上が年間に1200万円以上売れていると、ね。10万人以上ですよ。まあ、これはね、多分他にないですね。 月間100万以上売り上げている人が世界で10万人以上いると。まあ、これはすごい数字です。まあ、これね、こんだけの数字が出るのも当たり前で、まあ、商売の、ね、金儲けのやっぱ達人というか一番上手い民族っていうのはユダヤ人っていうのいますけど、まあ、ユダヤ商法の原理原則は財布の紐が緩いところを狙って利益率の高い商品を販売して儲けるというのが、えー、ユダヤ商法の原理原則です。まあ、なぜなら、 自分で苦労して必死に稼いだお金、これを無駄遣いする人は少ないとで。日本の場合ね、もう必死に稼げないと稼げなくなってますから、無駄遣いする人がいない、ね。ほとんど、えー、いないというかできない人ばかりという状況になってます。で財布の紐が緩くなるのは、まあ、こんなお金が入っている財布と、ね。苦労もせずに適当に働いて入ってきたお金。自分でなく他人。 例えば、夫が稼いだお金は奥さんが使う。3番目、不動産投資や株式投資などの不労所得と。これね、やっぱりね、金儲けは女を狙いってのはここなんですね。自分で稼いだお金じゃなくて、人が使ったお金は人が稼いだお金をもらった分は、パカパカ使っちゃうと。 まあね、奥さんが旦那のお金を使って豪華なランチをしてるっていうのはよくあることですし、まあ、子供はお小遣いをもらうとすぐ使っちゃうお,こすお小遣いやお年玉すぐ使っちゃうっていうのがね、えー、ありますでこれはね不動産投資や株式投資などの不労所得っていうのは株価が上がると消費が増えるというのは世界中のねどこででも共通して見られることなんでやっぱりね、えー、楽に稼いだお金は無駄に使うと。 でこの楽に稼いでる人が今世界で一番多いのがオーストラリアです。まあ、何しろオーストラリアはね27年間後継機続きだから日本のバブルの時期以上のすごい状態になってるわけですねしかも市場自体が先進国ではね珍しいことに人口が予想よりも増え続けてると移民が増えてる まあやっぱりね、商売もやりやすい、まあえー、暮らしやすい、えー、気候もいいということでね、オーストラリアはすごい人口が増えてます。まあ、オーストラリア、まあ、日本とは、まあ、正反対の成長国ということですね。しかも、ね、オーストラリアにはまともなライバルがいない。弱い,場弱い相手しかいない場所で戦うのが、戦いに勝つ最も有効な方法と。 まあそんなわけでね、えー、ユダヤ商法でいう狙うべきターゲットがたくさんいるオーストラリアアマゾン輸出は稼げます。まあ、しかもね、先ほど言ったように面倒なことは全部アマゾンがやってくれますんで、一人でマイペースで稼げると。まあ、日本に住んでいるならアマゾン輸出で稼がないともったいないです。まあ、財布の紐がガチガチに硬い日本は販売場所としては最悪ですが、仕入れ場所としては最高の場所です。アマゾンがオーストラリアに、ね、上陸しました。 日本に住んでらンダイとって、オーストラリアアマゾン副業で、今の本業より稼ぐことができるチャンス到来です。まずはここをクリックしてね、オーストラリアアマゾン輸出サポート申し込むページを見てください、えー。どんな商品が売れてるか、ね、えーまあ、自力でやるのは無理なんでサポートを受けるわけですけど、まあ、サポートはどんなサポートをして、サポート費用はいくらか、まあ、そういった情報を案内してます。まあ、こちらをクリックしてください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。